フランス陸軍、フランス陸軍、フランス語、アーミーデテール・フランセーズは、フランスの陸軍である。最初の国家財政の裏付けのある、常備軍としてのフランス軍は、シャルル7世、1403から1461、地下まで遡る。組織としての連続性を考えると、1789年のフランス革命からが適当であると考えられる。この革命により、 貴族と傭兵を主体とする封建的軍としての、歴史が終焉を迎え、組織的な近代国民軍が誕生した。革命直後のフランスは、周辺諸国からの気並み敵視され非常に危うい、状態であった。この中で頭角を現したのがナポレオンである。彼とその参謀の手により、フランス陸軍は、近代陸軍の編成を、ほぼ完成させた。 死団や軍団といった軍隊の組織編成は、このフランス陸軍をその源流としている。ナポレオンを第一統領にいただいて、以降のフランスは、公正ナポレオン戦争と呼ばれる一連の軍事行動を行った。この戦争でフランスは、砲兵と騎兵の効果的運用を行って、戦争の勝利を手にした。結局多くのフランス人の血を犠牲にしてフランスは、 敗北を喫し王政が復活するが、革命によって出来上がった軍隊組織はフランスに根付き、欧州や欧州に倣った新興国、ラテンアメリカ国、チュニジア、江戸幕府などでもフランス式の軍事編成を採用するようになった。ナポレオン戦争によりフランスは青年男子が減少したため、フランス陸軍は外人部隊を創設するに至った。この正規関は、 アジアアフリカにおいて植民地獲得競争の先兵として各地に出兵していた。特にアルジェリア、メキシコ、チュニジア、モロッコ、西アフリカ、マダガスカル及びインドシナにおいてフランス陸軍は幾多の戦果を潜ったのであった。ナポレオン以降の大きな試練として不屈戦争があり、フランス陸軍はプロイセン軍に敗北した後にパリコミューンの鎮圧を行った。 第三共和政下のフランス陸軍は国内保守派、王統派やボナパルト派などの画像であり政治に対する介入をほのめかすこともあったがブーランジェ将軍事件とドレフィウス事件により軍の威信が低下したことを境に文民政府の統制が確立した。第一次世界大戦はフランス陸軍にとって初めての総力戦となり西部戦線においては 未曾有の損害がもたらされた。開戦当初、フランス陸軍は130万名の人員を要して、いたが、戦争中は最大830万名まで拡大され、うち30万名は植民地からの動員140万名が死亡した。第一次世界大戦のあまりの損失により、戦艦期には国民全体に沿線機運が蔓延し、陸軍の装備や戦術の進歩は、 足踏み状態だった代わりに、マジの線が建造された。しかし、ナチスドイツのポーランド侵攻により、第二次世界大戦が勃発。速やかに動員体制に移行。しかし当初は、まやかし戦争による小競り合いが続いた状況であった。やがてナチスドイツのフランス侵攻がついに現実のものとなり、両軍撃突することとなったが、独軍の戦車部隊と機械化不評、そして、 航空機による電撃戦の前に、ほとんどの部隊がもろくも崩れる結果となった。本土に残された部隊は解散されたり、あるいは、ビシー政権軍となった。一部の部隊は、イギリスや、その植民地に逃れ自由フランス軍を結成。県土従来を図るべく、北、アフリカやシリア等で、独、異軍やビシー政権軍と交戦し、フランス国民同士が、 アイウツという悲劇も起きたが、最終的に自由フランス軍はビシー派から主導権、奪った。その後、ノルマンディ上陸作戦に参加、祖国解放の時が来たのである。また、南仏からも上陸を開始、パリをはじめフランスの諸都市は次々と、独占領軍の手から解放され、ドイツ本土への侵攻作戦が待っていた。大戦後、第一次インドシナ戦争、アルジェリア戦争と、 植民地での独立闘争との戦いを余儀なくされ、それぞれ敗北する結果となった。特に、1958年のアルジェドーランにおいては、アルジェリア中流軍の将軍たちがドゴールを支持、さらに、中流軍所属の落下3連隊がクーデターを宣言して、コルシカ島に航空機で進行、同地を占領し、フランス本土に脅威を与えた。 混乱を収集するために1958年2度、ゴールが大統領に就任し、第5共和制が成立した。アルジェリア中流軍は人事刷新をし、中流軍司令官に強硬派のサラン将軍が就任、断固として反乱を鎮定する体制となった。しかし、世界情勢の変化や世論に押されて、大統領と中流軍将軍たちそして、 コロン、入植者たちとは、思惑が違い、支持者の筆頭閣であった、マシュ将軍を解任、結果1961年に、将軍たちの反乱が勃発。これは、先進国の陸軍としては、得意な現象であった。現地中流軍による反乱のみならず、フランス本土にも戦火が飛び引しかねない事態になった。この混乱は、最終的に、ド・ゴールの移行により、 アルジェリアが独立することを認められたことを機に、沈静化に向かうこととなった。この反乱に参加した部隊は、軒並み見せしめのように解散の措置が取られることとなった。アルジェリア戦争の最中や終結後にも、第二次中東戦争やチャド等に出兵し、フランスの海外利権を害する相手との交戦は常に、辞さない構えであった。アルジェリア戦争において、フランス陸軍は秘密裏に独立派、 FLN ゲリラを拷問にかけたことが暴露され、フランスの大きな国際的な汚名及び、軍の威信の低下を招いた。その後、政治的に安定し出した政府、政権と足並みを整えるかのように陸軍も、体制、体系を改革しつつ、制度正面にあるワルシャワ条約機構軍と対峙するが、時には1968年に発生した5月革命の鎮圧に陸軍が投入。 これにはかつてドゴールに解任されたマッシュ将軍による現体制指示があったとされるされることもあった。20世紀後半には湾岸戦争、打撃ダ団野球アフリカ植民地諸国にも派兵され、やがて冷戦の終結とともに陸軍の大改革、大規模縮小と徴兵制から志願制への移行、各機関の統合を実行する。1990年代を通じて、 陸軍のプロフェッショナル化のための改革が行われ、1996年では、人員23万6千名、含む、長州兵13万から14万名であったものが、1999年には、人員18万6千名、含む、長州兵7万名まで縮小され、129個の連隊のうち38個の連隊が1997年から1999年の、 間に廃止された。フランス大革命以来の伝統を有する徴兵制度も2001年に廃止された。これら20世紀末の大改革に伴い、軍団制、師団制の廃止と旅団制への移行が完了し、EU の中核国としての存在と立場をアピールしつつ、戦備の充実を図っていたが、2009年に第二広報支援旅団が、2010年に砲兵旅団及び、 工兵旅団が2015年に第1機械化不評旅団が、そして翌2016年に第3機械化不評旅団がそれぞれ解体された。同年に行われた陸軍再編で第7機構旅団、第9海兵系機構旅団、第27山岳不評旅団及びフランスドイツ合同旅団をもって第1機構師団に第2機構旅団、6系機構旅団及び、 第十一落下三旅団をもって、第三気候師団にそれぞれ再編され、師団制が復活した。2018年現在、現役兵約11万7千人、文民2万8500人、予備役1万5750人が所属。フランス陸軍は EU 内で最大の陸軍であり、NATO 内においてもアメリカトルコに次ぐ第三位の規模を持っていた。 フランス陸軍の人員は1997年の議会での決定を経て2001年より徴兵制が廃止され現在では全員が志願である。フランス陸軍は国防規則に基づき7つに区分されている。これらすべての部隊、機関は陸軍参謀総長、サマットの指揮下に置かれる。陸軍訓練本部、コファットは解体され2009年以降は 陸軍人事局のもとで、初級軍事教育については、国防高等学校の第一学年及び第二学年で、基礎教育は施し陸軍編成の基盤を構成していい。陸軍艦区司令部でコマンドマンでラジアンテールの下で5つに区割りされ、艦区は平時における中留部隊向けの訓練機関として機能する。フランス陸軍の階級は、 フランス陸軍の階級一覧を参照。フランス陸軍の装備品は、フランス陸軍の装備品一覧を参照。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。